坊津町は、鹿児島県の南部にあった町で、川辺郡に属した。1889年に、町村制が施行されたのに伴い南方郷のうち、明治2年以前の久し焼き目里及び坊白郷に、当たる4村の区域より西南方村として発足し、1953年10月15日に、坊津村に、改称。1955年11月1日に、調整施行。 2005年11月7日、加瀬田市、大浦町、笠佐町、金峰町と合併して、南薩摩市となり、自治体としては消滅した。薩摩半島の南端に位置し、東、シナ海に面する。リアス式海岸が続く。1889年の町村政志向に伴い、それまでの久志村、秋目村、坊村、 泊り村の区域より西南方村が成立し、それまでの村は西南方村の大技となった。また、大技秋目は川辺郡大浦町を挟んだ飛び地となっていた。2005年に加世田市と一市四町の新設合併により、設置された南薩摩市となり、合併協議会の協議により、旧某津町の大技については、現行の町名を現行の大技に関したものとするとされ、 従来の大あざなに自治体名である、坊津町を鑑賞したものを、大あざなとすることなり、合併時にひさしは、坊津町、ひさし、あきめは、坊津町あきめ、棒は、ノ坊津町棒、とまりは、坊津町パクにそれぞれ解消された。戦死時代の坊津において、大あざひさしと、大あざクにおいて遺跡が出土している。ひさしには1958年の道路建設時に、 発掘された、縄文時代中期以降のものと見られる久し丸、この浜遺跡が出土している。河原家の破片には、貝殻条根と爪型文があり、公園の断面は三角状で態度にキララを有していることから、一期式土器であると、坊の津長京都市では断定している。丸子の浜では、縄文時代中期から、弥生時代まで人々が生活していたと見られている。また、 久し小学校跡地付近には、弥生式土器の破片が散布しており、これらは、久し神田川遺跡と呼ばれる。また、白では、平原遺跡が出土し、弥生式土器と石符の破片が発掘されている。清原遺跡は、旧清原小学校跡地付近にあり、土器破片が田畑から発見されている。地の遺跡は、地の集落にあり、石器と壺型瓦家が、 地中から発掘されたものである。一条院の創設と坊津薩摩藩の知事である三国名小杖に収録されている一条院の江図飛鳥時代の微脱天皇12年に、くだらの日らが後に一条院となる鳥越山、竜岩王子を坊の津に設立したと伝えられている。長生3年11月3日に、紀州の根頃寺の別院として一条院の称号を与えられた。 その後一条院は、江戸時代になると、薩摩藩藩主の島津市の損数を受け、薩摩藩でも屈指の寺院となったが、明治2年の廃仏希釈により廃絶した。除名天皇2年頃に始まった、剣道市の派遣は、南馬から朝鮮半島を経由する北路ルートと、博多から一気に東、シナ海を横断する南路、坊津から琉球を経由する南東路を使用していた。 しかし、朝鮮を経由する北路ルートは、白木の交流に伴って、唐と白木の関係が悪化したことにより、危険なルートとなったことで、坊津を経由する南東路が主流のルートとなったとされ、坊津は、検討船の最盛期に日本の玄関口となり、ただし、杉山博士の検討によると、存在が証明できないことが判明しており、気象条件等の問題により、 何度から外れた場合にやむを得ず、取った航路と考えられ、何度を取って漂流した結果に過ぎず採用の事実はないとする説もある。元人の秋目、上陸天平五年に、奈良の幸福寺の僧侶不祥と栄誉は、殿戒始を招兵するため坊のつから塔に渡った。塔の僧侶であり、都来後、立州の開祖となった、元人の都来の天末を記した書である、塔山戸上塔正殿には、 秋妻屋裏に、元人が漂着したことついて記載されている。同書の天平商法5年についての記述に、元人らが乗った第2戦について、20日、牛時、第2船月薩摩国軍秋妻屋裏と記載されており、その前後の記述によると12月18日に、マスク島からが財布を目指して出港したが、同月の二十日に、秋目裏に上陸したとされている。今物語集。 第11巻にも岩人が、秋目裏に上陸した天末が記載されている。秋目を出発した岩人は、太宰府を経て、翌年の2月4日に、奈良に到着したとされる。以降、当夜その後の僧に向かう場合、坊の津を出版したものが多かったという。和光の活動地域、坊の津も拠点の一つであった。欧米11年から一世紀半にわたって行われた。 日民貿易に用いられた県民船は、堺から博多、五島列島を経て、民に向かう中国路と、堺から土佐沖、坊津、琉球を経て、民に向かう南海路の2ルートがあり、当初は中国路のみが用いられていたが、第四次県民船により、南海路が主に用いられるようになった。またこの頃朝鮮半島や中国大陸沿岸で活動していた海賊である和光は、 坊津を拠点の一つとしていたと言われている。文禄元年には豊臣秀吉の命を受けた長崎の商人である原田清右衛門がドミニコ会の宣教師と共に久志港を出港しフィリピンのマニラに向かったとされる。文禄三年に京都の公家、この江信助は豊臣秀吉が朝鮮出兵のため朝鮮に向け兵を起こしたのに合わせて 自ら朝鮮半島に渡ろうとして、御用税天皇と秀吉の怒りを買い、坊の津に3年間の入るとなった。しかし、この池は、薩摩の島津市とは、縁故の深い関係にあり、かつ坊の津は、この池の小園地であったことから、入るとはいえ熱くもてなされたという。この絵新助は坊に居住している間に、坊の津の風景を読んだ、坊の津発景を記している。 坊津港の江津坊津は、古くから海外との交易が盛んであり、現乱7年成立の中国の標法書、武備市において、坊津は、伊勢国阿能軍の阿能津、区全国の墓立と並び日本水戸の一つとして挙げられ、同書中に、日本に、水戸ノ津を総路となすと記載されるほどに、中国においても知れ渡っている港であったという。また、薩摩藩でも特に重要な港であり、 港の監視を行う津口番所が、現在の棒の連れ岸資料センター、輝き津館付近に設置されていた。津口番所では、異国船や特に、薩摩藩が禁制としていた一向宗教徒と、キリスト教徒の取り締まりが、重点的に行われていた。一向宗教徒は、上陸を禁じられ、キリスト教徒は、鹿児島城下に送られたという。また久しには、鶴食先と、 人家だけに異国船の監視を行う遠見番書が設置されており、高下3年頃に藩主、島津成明の命により、薩摩藩領の重要地に砲台が建造されることとなり、海衛年間頃に久しに砲台が建造された。また秋目の塩屋にも遠見番書が設置された。また、薩摩藩の統治機構である外情勢による里は、 坊村と泊村の区域より坊白号、久志村一村の区域より、久志号、秋目村一村の区域より、秋目里がそれぞれ構成された。明暦三年頃には、秋目里と久志号が合併し、久志秋目里となり、自動館は久志に置かれた。明治二年には、久志秋目、坊白、四角後の三橋が合併し南方橋が発足し、秋目村は、 南方郷に所属することとなった。官営十二年の鎖国令以降は、薩摩藩の密貿易の拠点として栄えた。鎖国制度が取られて以降も、京法年間に発生した、京法の東物崩れと呼ばれる幕府の一斉的発まで交易による賑わいは続いたという。京法の東物崩れにより、海外との交易が落ち込んだ某のつは漁港となり、 カツオ漁を中心とした漁村となった。明治5年に大工商区制が施行され、南方郷は第十九大区となり、坊村と泊村、久し村と秋目村で、それぞれ一つの商区が組織された。1879年に軍区町村編成法が施行されたのに伴って、坊村と泊村の戸籍の事務などを行う古町役場が、坊村の一条院跡に、 久さ村と、秋目村の古町役場が久さ村にそれぞれ設置された。町村制施行直前には久さ村、秋目村、坊村、泊村の各村を管轄していた、古町役場が四村の地理的に中心に位置していた、久さ村に統合されたという。ただ、経済的に規模の大きい防泊から久さにある、古町役場までの交通は不便であり、防泊地区への移転を主張する意見もあったが、 久し、秋目は地理的中心地から移転するのは不平等であるとして反対した。坊の津町域の地図。大技は北から秋梅、久し、泊まり、某の順であった。1889年4月1日に町村制が施行されたのに伴い、南方郷の西部にある某村、泊まり村、久し村、秋目村の区域をもって西南方村が成立した。 西南方村の役場は大和久市に設置された。西南方村が成立した後も、旧来の村の単位で、市会や総大会が組織された。市会や総大会は、区有財産の管理を行っていたほか、地域住民の代弁者として尊政に対して強い、発言権を有するものとなっており、市協議会や総大会は、町村制における自治体と同等の規約を制定し、 強力な財力をもとに、地場産業の振興開発や地域住民の生活の向上のための事業が行われた。大あざお及び大あざクから構成される、パク地区においては漁業に関しては資本を集約し、会社を設立して、ブリの養殖やカツオ漁、製氷業、カツオ節加工を行っていたという。大あざ秋目では、他の西南片村の各地域から見て、 西風田村大技、大浦を挟んだ飛び地となっており、かつ交通の便が非常に悪かったことから、人的交流が少なく強い自治意識が生まれたという。1907年には、秋目の住民から、西南方村から分離し、人的経済的な交流があった西風田村に、編入したい旨が定義されたが、その後秋目出身のマ野ルの氏が、西南方村長に就任したことにより、 一旦この問題に関しては収束した。第二次世界大戦中には、本土決戦に備え、防迫海岸に大日本帝国海軍の海上特別攻撃隊の部隊、大日本帝国陸軍第146師団の一部、防の岬東大にも、東大部隊が駐留していた。1945年8月7日には、アメリカ軍の B-29 によって、久しの今村地区、 塩谷地区に対して爆撃が行われ、死者は出なかったものの198個が消失した。1953年には、西南方村が名称を変更し、坊の津村となった。この村名変更に際して、坊の津村への名称変更を推進する坊と白の住民に対して、秋目と久市の住民は、坊の津以外であれば何でも良いとして反対した。この結果、村議会で紛争し、 最終的には村議会は某泊と秋目久氏に分尊を議決する事態に発展した。分尊が議決されたことに伴い西南方村は鹿児島県に対して分尊申請書を提出したが申請を受けた鹿児島県は某泊は経済的に自立可能であるが秋目と久氏は経済的に自立不可能であるとして申請を認めなかった。その後年に 地域住民間の感情的な対立が解けたとして、村議会において、村名の変更の件が議決されたという権威がある。村名変更時には、調整施行要件を満たしていたが、村名変更と同時に、栗の地区が枕崎市への編入を望む動きがあったため、調整施行は一旦保留となったが円満に、解決したとされ、名称変更の2年後の1955年に、 調整施行し、坊の津町となった。2005年11月7日に、坊の津町が、加瀬田市、金峰町、笠佐町、大浦町と新設合併し、新たに、南薩摩市が設置され、これにより自治体としての坊の津町は消滅した。坊の津町役場防白支所であった、現在の南薩摩市立坊の津支所、坊の津歴史資料センター、輝き津館旧坊の津町立病院。 川辺地区合併協議会の資料によれば2004年時点の坊津町の行政組織は以下の通りである。坊津町が加入していた一部事務組合は以下の通りである。2005年時点では中学校2校、小学校4校が設置されており、かつては高等学校2校が設置されていた。市町村合併後の2010年に4小学校及び2中学校をそれぞれ合併し、 南薩摩市立坊津学園中学校、南薩摩市立坊津学園小学校が設置され、2013年からは、施設一体型の小中一貫校、2017年からは、義務教育学校へ移行し、南薩摩市立坊津学園となっている。また、1977年には、学校法人玉川学園玉川大学の農場が、久しに設置された。 高等学校中学校小学校町内を鉄道は走っていない。一般路線バス国道226号、一般国道一般県道玉川学園創設者である小原国義。かつては久しに玉川学園が高等学校を設置していた。太地は個人。岩神記念館007は二度死ぬの撮影記念碑。出演者であるショーン・コネリー、丹波鉄郎のサインがある。 ありがとうございます。